ここがダングレスト。僕のふるさとだよ。賑やかなとこみたいだな。そりゃデートに次ぐ第二の都市でギルドが統治する町だからね。もっとジメジメした悪党の巣窟だと思ってたよ。それってギルドに対する偏見だよね。ブラッドアライアンスの印象が悪いせいですよ、きっと。僕まで悪党なのかと思ったよ。あんたが悪党ならこいつはどうなんのよ。それもそうだ。さてバルボスのことはどっから手つけようか。ユニオンに顔を出すのが早くて確実だと思うよ。ユニオンとはギルドを束ねる集合組織で、五大ギルドによって運営されているですよね。うん、それとこの町の自治もユニオンが取り仕切ってるんだ。でもいいわけ？バルボスのブラッドアライアンスって五大ギルドの一つでしょ。ってことはバルボスに手出したらユニオンも敵に回るな。それはドンに聞いてみないとなんとも。そのドンってのがユニオンの親玉なんだな。五大ギルドの元首アルトスクを束ねるドン・ホワイトホースだよ。んじゃそのドンに会うか。カロル、案内頼む。ちょっとそんなに簡単に会うって、僕はあんまり。お願いします。ユニオンの本部は町の北側にあるよ。
Thank you.
あんた何してる？何って、そこにいるのはカロルじゃねえか。どの面下げてこの町に戻ってきてんだ。なんだよいきなり。おや、何の姿が見えないな。ついに見放されちゃったか。違う、いつもしつこいから。僕があいつから逃げてるの。これがあるからダングレスト行きを最初嫌がったんだな。あんたらがこいつ拾った新しいギルドの人、相手は選んだ方がいいぜ。自慢できるのは所属したギルドの数だけだし。あ、タロルの友達か。相手は選んだ方がいいぜ。なんだと。あなた方の品位を疑います。ふざけやがって。あんた言うわね。ま、でも同感。言わせておけば。何の音？やっべ、また来やがった。行くぞ。継承、魔物が来たんだ。魔物って、まさかこの振動そのだとすると、こりゃ大群だな。まあでも心配いらないよ。最近やけに多いけど、ここの結界は丈夫で、外の魔物だってギルドが。結界が消えた？一体どうなってんの？魔物は来てるのに。ったく、行く場所行く場所、厄介ごと起こりやがって。なんかついてんのよあんた。かもな。ユーリ、魔物を止めに行きましょう。次の来るぞ。
魔物の討伐に協力させていただく。火の坊主はそこで止まれ。火に助けられたとあっては俺らのメンツが立たねえんだ。突っ込んでやろう。今はそれどころでは。どいつもこいつもてめえの意志で帝国抜け出してギルドやってんだ。今さらやべえからって帝国の力借りようなんて恥知らず、この町にはいやしねえよ。しかしこいつがてめえで決めたルールだ。てめえで守らねえで誰が守る。何があっても筋は曲げねえってか。なるほど、こいつが本物のギルドか。ちょっとそこの案内しなさい。そこのって僕？シルトブラスティアを直しに行くんです。このままでは魔物の群れに飲み込まれます。ちょっとあんたも。それしかなさそうだな。魔物が来た途端に結界が消えるって、この町一体どうなってんだよ。生まれた時からダングレストにいるけど、こんなこと僕も初めてだよ。その初めてがなんで私らが来た時に起こるのよ。僕に聞かれたってわからないって。おいおい、なんかついてるなんて話本気にしてんじゃねえだろうな。これならなんとかなるかも。リタ危ない、後ろ。結界は直させんぞ。次から次に。もう一丁やるか。ラストの禁止外地のゾロメキストームブラスト。乱暴なことしやがる。シルトブラスティアの不調はこいつらの仕業かよ。でもどうして。こっちも大変な騒ぎだね。なんだ、ドンの説得はもう諦めたのか。今はやれることをやるだけだ。それでシルトブラスティアの修復は。天才魔導士様次第ってやつだ。コアは残って術式をじっと止めただけね。これ増幅器、それにまたこの術式、エフミドの丘のと同じ。魔物の襲撃と結界の消失、同時だったのはただの偶然じゃないよな。おそらくは。お前が来たってことは、俺も帝国のゴタゴタと関連ありってわけか。だから確かめに来た。それが、それで、これが、こう。さすがリタ。
よし、外の魔物を一掃する。外ならギルドも文句を言うまい。魔物の方はフレンに任せて、俺らはユニオンにバルボスの話を聞きに行くぞ。フレンのこと信頼してるんですね。他が信頼できないだけの話だろう。比較の問題ってやつだな。時々ユーリの言うことは難しいです。ダングレストの雰囲気ってテートとはまるで違いますね。なんか街全体に活気があって、みんなが生き生きしている気がします。そりゃあね、ギルド最大の街だし、みんな信念持って生きてるから。エステルはダングレストは好き？はい、すごくいい街だと思います。ユリは？結界が消えたりしなけりゃすげえいい場所なんじゃねえの？またそういうこと。冗談だよ、悪くねえと思うぜ。少し下町に雰囲気似てるし。ドンに会って話したいことがあるんだ。取り次いでくれ。
五大ギルドに関係があることなんだ。見ない顔だな。どこのギルドだ。どこってどこ。あいにくドンは魔物の群れを追って町を出てったぞ。魔物の群れを。ああ、魔物の巣を一網打。なるほど、教えてくれてサンキュな。ああ、ドンの手伝いをしたらドンに認めてもらえて。しょうがねえな、町で情報を探るか。え、ドンの手伝いに行かないの。魔物の巣の場所知ってるのか。あ、そっか、手詰まりみたいだし、私警部モックの調査に行ってくる。そんな勝手に。面倒な仕事はさっさと終わらせたいの。けどそれならエステルも一緒ってこと。そうですね、アレクセイにはそう言いましたし。大丈夫ですよ、二人でもちゃんとやれます。そうもいかねえだろう、怪我でもされたら俺がフレンに殺される。いいのユーリー。あ、有力な手がかりもねえしな。なら決まりですね、ケーブモック大森林に行きましょう。ケーブモック大森林とは、偶然ってあるもんだね。そういえばフレンは何をしにダングレストまで来たんだろうね。帝国とユニオンは基本的に仲悪いから騎士が来ることなんてめったにないのに。ただの観光なわけはねえからな、当然なんかの任務でってことだろうよ。フレン大丈夫でしょうか。ギルドの人たちの風当たりは強かったみたいですし。その程度でつまずくほどあいつはデリケートにはできちゃいねえよ。なんせ騎士になるまでずっと下町で育ってきたんだからな。そうだといいんですが。この町にギルドってどれぐらいいるんだ。正確な数は知らないけど、ざっと100以上はいると思うよ。そんなにかよ。それ全部がユニオンに入ってんのか。ううん、全部ってわけじゃないけど、でもそうだな、9割くらいは入ってるかも。それのトップ張ってるってことは、ドンってやっぱ本当にすげえんだな。そりゃなんたってドンだからね。なんであんたが誇らしげ？Thank you.
束ねるドン・ホワイトホースとはどのような人物なんです？とにかく大きい。声も体も態度も全部が。見た目の話ならしなくていいぞ。俺らもう姿だけなら見てるから。だとするとそうだな。とにかくすごい人なんだよ。わかったか、エステル。カロルがドンを尊敬しているのはなんとなく伝わってきました。あとはちょっと。だからドンは言葉で言い表せないくらいすごいってこと。まあそういうことにしとこうぜ。